きた仕草や話せい昔は照れくさかったけど今は強く感じるよ絆には咲のくるみは空高く背を伸ばして太陽さんさん浴びて凛となってる生まれたこと悔やんだ日も こんばんは、3月25日午後7時になりました、第126回ですね。いいですね。はい、間違いないそうです。しゃべくり末路の時間になりました。今日の末路なんか寒いような暑いような風強かったですね、というようなことですね。今こちらの方街歩きセンターなんですが、今月からですね、来月の3日までですか、4月の3日までこちらの町路でひな祭り、こちらの町歩きセンターにもですね、こうつるしビーナーが、たくさん吊るしあって、出ないですか、つるしビーナーがねたくさん、あ、これおひなさんですね、おひなさん、それからつるしビーナーなどたくさん、飾ってありますので、ぜひですね、皆さんこちらの方にも おいでいただきまして、ぜひ見ていただきたいとこんなふうに思っております。ですね、今日のしゃべくり祭りですが、いつもの通り生放送でお送りしております。ですね、今日のゲストなんですけれども、東条あんず祭りの実行委員長小野さん、よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、 JA あんず梅専門部長の、中澤さん、はい、おいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ところですね、このあんず祭りってなんでまあんず祭りなんです？祭りをね、始める前から東条のあんずがいいってことで、多くの皆さんが見えてたわけなんですが、おで来たんですが、お茶をするところ、休憩するところはないっていうようなことでね、大変残念がっていました。そんなところで、休憩所と案内所をね、5年前から作りまして、東条のあんずをゆっくり見てもらうよう、したわけでございます。まあ、おいでの皆さんは、アンズの花のピンクと、ピンクと、はい、それと北アルプスの素晴らしい山並みが大変いい景色だと、感心しているところですね。まあ、そんなお客様を心からもてなして交流を深めていくければというふうに思って始めたわけです。かっこいい目的だね。まあそれほどでもないんですけど、謙遜してますね。はい、ということで主催者はやっぱり小野さんたち。そうですね、東条あんず祭りの実行委員会を作りまして、実行委員長さんからね、その中には区長さんとか、まあ、真っ白の住民自治協議会、あるいは J グリーン長野の、はい、そんなのが、集まりまして、行ってるわけです。はい、他にもなんかいろんな団体入ってるんでしょ、まだ。そうですね、エコールドマッシュルとか、
酪農クラブとかね、そういうのを、そういう皆さんが入って、実行委員会作ってるとそういうことなんですね。それでこのあんず祭りっていつ頃なんですか。いつ今年はあの4月6日の土曜日から14日の日曜の日まで予定しております。それでまあ時間はお店の方はね、10時から3時頃まで、こちらにあるこれですね。まあただ開花の時間によってこの時期がずれるということはしょうがねえかなというふうに。しょうがねえかなってどうするんだこれ。多分さ今年早いんじゃねえの。だいぶ早くさ咲いちゃって、6日ぐらいにもう満開になっちゃったらどうするの。まあそういうことは、ない。まあじゃああんずんとこ行ってお前咲くなって言うの。そんなこと言わないでしょ。そんなことできるわけないよね。できないね。そうだな。まあ花任せですね。花任せね。ああわかりました。そうなんですか。で場所なんですがここですか。あんず祭りの場所はここ。そうですね、あの東条の菅間地区の東方線、東方線その沿いってことなんで、まあ、あの東条小学校から 1.5 キロぐらいですかね。いや知らない人どうやって行けばいいの。案内看板立てますんで。案内看板がある。じゃあ東条小学校の辺まではもう行けば看板があるんですか。あの小学校まで来ていただければ、もうある、はい、看板ありますから。わかりました。そうですね、じゃあ看板があればいいですね。わかりました。でですね、お祭り、あんず祭りってただあんず見るだけじゃない。どんなことやるんですか。主にはね、そのお茶の接待とか、避難所のあんずの花の見どころっていうのものを案内したり、またあの観光パンフレットを配布するということですし、またあの売店もありまして、ぼやきとか、あんずの加工品、ジャムとか、あんずのドレッシング、またあの蜂蜜なども売る予定です。そこにあるのそれ売るんです。それ、それ売る。それね、ジャムです。ジャム、ちょっとこれ食べていいっす。どうぞ。いい、意地汚ねえな、食べちゃうんです。これなんか美味しそうですね。ちょっとこれちょっと食べてみますね。なんかここにスプーンがあってね、用意しといてくれたね。じゃあちょっとねこれ私いただいてみますね。このラベルを前にしてね、ちょっと食べますよ。どうぞ。いや、これ原型、はい、そのままですね。あの全部潰してあるわけじゃないんだね、これ。市販のジャムはね、トロトロしてますが、こういうのなんかね、原型があって、多少ある、ね。美味しそう。なんか粒が出てきて、美味しそう。ちゃった。いただきます。おいしい。こちらにあのシロップ漬けもありますから、こちらもどうぞ食べてみてください。すいません。こちらの丸あんずですから、中にちょっと種が入ってますので、種までは食べないように。わかりました。いやなんか子供みたいに言われちゃったな。じゃあちょっといただいてみます。さっぱりしてて美味しいですよね。酸味とね、甘みがね、こうミックスですね。おいしい。あの売店でも売る予定なんで、ぜひまたこれを売ってるんですね。そうですか。いや皆さんこれ美味しいです。すごくよ、ほんとね、さっき言ったね、酸味と甘みがね、絶妙なバランス、これ美味しいですね。ぜひ皆さん買ってください。格安に、これから作るとこなんでね、それはね、これから決めるところなんそうなんで、格安でやってくれるそうなんで、はい、ということなんです。はい、こんな美味しいあんず、これ日本原産地は日本なんですか。実は中国のですね、
あの山岳地帯がまあ一応原産地だと、まあ、こういうふうに言われております。おお、そうなんですか。で、日本にはいつ頃来たんです？大体、まあ、あの平安時代だというふうに言われておりますね。したがって、まあ、あの昔からあの馴染んでいた果物なんですよ、うん、実はね、柑橘というものは。ああ、そうなんですか。で、日本には来たんだけども、まず最初に松代に来たんじゃないんでしょう。あの松代へ来たのはですね、あの元禄時代に、まあ、あの伊予の宇和島藩というところで、あの伊達宗俊さんという人の娘さんの豊姫さんがですね、豊姫さんね、真田家のいわゆる、まあ、雪道さんに、嫁ぐ時に、いわゆる、まあ、のふるさとをしのぶ品だと、まあ、こんなことで、その種を持ってきたのが、まあ、始まりだと、まあ、こういうふうに言われております。それで松代にこの杏子が盛んなったんです。そうですね、うん、まあ、それがまあ始まりだというふうにまあ言われておりますね、はい。で、この盛んなってたくさんね杏子あるんだけども、この松代に杏子って何本ぐらいあるんです？そうですね、まあ、大体5000本前後ぐらいでしょうかね。松代に5000本。松代全体でまあ5000本ぐらい。ああ、そうなんですか。まあ、こんなことで、東洋のその菅間地区には4900本ぐらい。まあ、あの東洋松代の中でもまあ東洋がまあ大体8割9割を占めておりまして、うん、なるほどね、この菅間地区がまあさらにその中心地と、まあ、こういうことですから。なるほど。もうあの畑中あんずだらけと、うん、こういう地区でございます。畑がやっぱりピンク色になるってことだね。そうですね。なるほどね。ぜひね来てもらいたいですよね、はい、ぜひよろしくお願いします、ね、そうですね。で、なんか聞くところによると、なんかあんずってなんか効能があるみたいなんだけど、あの多くの効能がございまして、鉄分だとか、あの糖分だとかですね、まあ、有機酸、あるいはビタミンの ABC、 ほうほうほう、あるいはそのベータカロチンと、まあ、こんなものがまあ多く含まれておりますね。したがって、まあ、疲労回復だとか、うん、あるいはその食欲増進に非常にまあ効果があると、うん、優秀だね、まあ、こういうふうに言われております。いいね、あんずってなんかすごく栄養素、栄養価が高いんだね。あの図体は小さいですけれども、中身が濃い、非常にあのいい食べ物ではあります。なるほどね。ところでね、先ほどもちょっと触れたんだけども、今年で5回目で、なんかその5回目のその記念のなんか特別のイベントがあるみたいなんだけど、何あるんですか？なんか特別のイベントあるんですか？そう、4月14日の最終日には、あ、これですか？そうですね、これですかね、うん、はい、ね、野外のライブを予定しておりまして、お、南、うん、あ、南じゃない、うん、西アフリカの民族楽器、はいはい、うん、ジャンベとカホンの演奏っていうことで、ジャンベって何？太鼓の一種だと思うんですよね。あ、太鼓ですか。私も見たことない。太鼓、じゃあ珍しい楽器だね。そうですね。あ、太鼓って言えばあれだね、こう賑やかでいいやね。そうですね、その安住会場ですごく賑やかでいいじゃないですか。あ、狙ってますね。あ、他に何かあるんですか？もう一つ、あの、うん、筑摩市出身のモロヘイヤさんが、モロヘイヤさん、食べ物じゃなくて芸名なの、ね、ギターとか2個を演奏する、うんうん、まあ、県内でも活躍しているマルチプレイ、ね、何でもできるんだ。あ、そうですね、すごいね。その方が来て演奏してくれると。うーん、それ時間がね、うん、11時、あ、11時から、あ、11時じゃなくて、うん、もうちょっと前、10時半ごろから。ああ、そうですか。お昼頃まで、こちらには11時書いてあるけど、10時半ぐらいからもう、まあ、練習もありますからね。なるほどね。うーん、そうですか。で、皆さんこれ、行った人はタダで見れるんですか？入場料、入場料は、入場っていうよりも会場、うん、無料ですからね。おお。じゃあこの例えば雨降っちゃったらどうなる？会場って外でしょ？外ですからね、うん。雨が降れば太鼓も濡れますし、うん、太鼓も濡れるし。残念ながら濡れちゃったら困るもんね。全然中止ということになるかと思います。雨降らないように祈ってるだね。そうだね。あ、雨降ったら中止か。なるほどね、わかりました。ところで、なんか最近そのなんかあんず新しい品種出たみたい
なんだけども、どうなんですか、あ、出たんですか。最近ですね、うん、まあ、新品種として、まあ、生食用でありますけれども、まあ、信州サワーでありますとか、あるいは、まあ、サニーコットっていう、まあ、品種等があります。まあ、それが、まあ、生食用として非常に、まあ、注目をされていると。生食用って生で食べるってこと？そのまま生で、生で食べられる、ね、まあ、丸かじりと、丸かじりとこういうことで、ございます。そうなんですか。あとそれからね、私ちょっとこの間聞いたんですけどね、その善光寺の鐘の聞こえるところに安座がなるなんていう聞いたんだけど、それどういうことなんですかね。かっこいい言葉なんだけどさ、昔からですね、善光寺の、鐘の音が聞こえるところに実るという安座の実と、まあ、こういうふうに実はまあ言われておるんですね。したがってまああの鐘の音、つまりあのまあ除夜の鐘みたいな、ああいう音が聞こえるところに、まあ非常にその生産が盛んになったと、まあ、こういうことだろうというふうに思われます。わかりました。ちょっと時間もねだいぶ過ぎてきちゃったんですけども、小野さん、長谷さん、その最後にね、松代の人とそれからまあ全国の皆さんにこれだけの一言だけは言っておきたいって何かありますかね。一言でいいんですか。だいぶ時間もなくなっちゃって、会場、はい、うん、あるいは安ズ畑家から見ます、うん、北アルプス、はあ、レンゲから白馬まで、おお、これね、これはねあそこから見えるんですか。あの素晴らしい景色なんで、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。わかりました。あと中田さん、はい、なんか一言ありますか。松代の特産品であります、うん、まあ、安ズということでありますんで、まあ、今回のまあ花見を契機に、ぜひまああの多くの皆さんから当チームをおいでいただければと、こんなふうに願っておりますので、ぜひまあよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではぜひね、6日から 14日までね、はい、東京の東祭、ぜひね皆さんおいでいただきたいと思います。それでは今日のおしゃべり祭りここで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、伊沢さん、まあ、こっちでね、なんかこれ、はい、今慌ててね、はい、これ予告忘れてて、まずいじゃない予告、はい、はい、来週は、はい、あなたで、はい、はい、来週はね、春の遊学文化祭っていうことでね、曲流さんが一応、はい、パーソナリティで行いましたね。エコールド松代クラブのね、半田さんに、あ、そうです、説明、はい、そうです、そうです、説明していただくような形になります。はい、一応まあ、大体こういう形で、はい、イベントを中心に、まあ、多分お話しすると思いますけれども、はい、はい、ちょっと引っ張っていただいて、イベント会場がね、二の丸のステージ、これできるんでね、ここで一応やるようになります。はい、はい、でその細かなあのお話を一応していただく、13、14、はい、20日と、はい、あ、そんな形でやります。はい、分かりました、はい、それでは本当に楽しみですね。そうですね、ぜひ、ぜひね、はい、そうです、おいでいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、それでは来週のしゃべりますよ、どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。後ろはあなたの街、しゃべくり松代、また見てね。